はい、佐々木徹です。本日は2015年10月の14日、東京時間22時ですね、こちらの動画の方を作成をしております。昨日のポストで私の含み損ポジション等見通しをシェアということで書いていたもの、これがですね、見事に含み損から確定損ということで終わりました。で、まあ、ストップで終了ということに、今朝の東京時間ですかね、ストップにかかって終了ということになりました。 で、えー、その後ですねあの、ポジションの方を反転をしてまして、えーまあ、今こんな風になってますということで、含み損からようやく含み益になりました、えー、ということで、えーまあ、一連の流れということでですね、あの動画の方を作っていこうかなというふうに思ってます。 で前回、ですね動画の方で、まああで私のストップだいたいこの辺ですよというようなことをお話をしてさらにまあショートを狙うのであればこのストップを抜いてしまった後にですねそのピボットへの戻りを待ってショートされるのが確実じゃないでしょうかというようなことを動画の中で申し上げました。 でその言った通りにですねま <laughs> なってしまったとあの私の方はまあ残念ながらストップだったんですけれどもここのエピボットへの戻りということで、えー、基調相場の方を跳ね返るという風な動きをしていますで私の方もここで今ポジションを持ってましてですねまあちょっとこれが、えー、とですねはいこれがまずあれですねあの確定ゾーンでしてしまったところのポジションになりますでそれが終わって た後に、またですね別のポジションを持ちました、えー、とこことこことで1回ずつですねまあショートの方のポジションを持つということで2つ入っています。で現在、それぞれ損益の方がまあ合計で,ですね74ピップぐらい出てましてまあそんなに大きなポジションではないんですけれども今3万5000円ぐらいの利益が出ているという状態になっています。えー、公開用のライブ講座ですね、えー、ということでやっています。 はいで、えー、こちらの方はじゃあ今何が起こっているのかと言うとこれはですね四時間してみると非常にわかりやすい絵を見ることができますはいで四字干しを見てやるとこういう綺麗なトライアングルの方ができてきて最後の最後にここでブレイクしたということですね で、じゃあブレイクしたのの確証はどこなのかというと、手前にですね、これ一回ブレイクしたやつっていうのは、ローソクの実態っていうのはこのラインの下にいないわけですね。一回入ってすぐ押し戻されちゃいましたよということで、この辺にサポートがいますという証拠だけだったんですけれども、ここでですね、ローソクの方が一つ、二つ、三ついまして、ここでえまああの破った後に再度押し返されるという現象を起こして、ここにですね、実態がいるということになっています。 よってですね、今から何が起こるかというのを、もちろんわかりませんけれども、市場目線の代表的な見方としては、えー、ここのですね、トライアングルの上下の幅というのが、そのブレイクのポイントから、えー、到達するですね、まあ、第一のターゲットといいますか、ビジュアルのターゲットということを、まず市場の方は意識をするということになります。で、あとはですね、 冷やしで見てやると、ボリンジャーバンド、過去何回かの動画でもう、あの、耳にタコができるぐらい言っちゃってるんですけれども、まあ、ボリンジャーバンドの方のスクイーズがですね、まあ、こんな形で,で、エクスパンションの方に変わり始めました。で、このまま、もしも、そのままですね、ちゃんとロウソクの方の実体が下で終わると、 いう風になってくれば、まあ、ローあのボリンジャーバンド自体はまあこんな風に開いていくということですね。で、何が、えーまあ、私が注目しているかというと、こう上に開くということですねで。そうするとボラティリティが一気に増加をするということで、まあ、この時にですね、同じような現象が起こってますね。ドッカーンと動いているということで。 で、まあ、もともとですね、あの、ノーファンペイロールの下からの圧力で上に行く可能性が高いというふうに言ってたんですけれども、はい、これは誤りだったというふうなことがさっきのトライアングルからだいたいわかってきましたね。なので、まあ、こっちの下側に行く方の動きというのが、どうも市場の行きたい動きだったようだというようなことで、まあ、それでいくとですね、明日にならないとわかりませんけれども、ボリンジャーバンドのエクスパンションというのが入ってくるようであれば、まあ、かなり強い動きが、 期待されるというようなことがドル円に関しては見えてきているかなというようなことはあるかと思います。でもちろんこれ4次監視でですねハーモニックのパターンが間もうなくと言いますかですね完成するポイントがあります。あるんですがまあおそらくこれで反応したとしてもまあ軽い戻しになるのかなというところ。 だと思います、まあ、これももちろんあの終わってみないと分かりませんけれども、まあ、仮にこの辺で反発をするということがあったとしてもです、ねまあ、これが大きく返すということではなく、まあ、一時的にです、ねえーまあ、多くてもそのトレンドラインの戻りというようなレベルもしくは軽いプライスアクションで下に行くというようなことの方が まあ強いかなというのはなぜならば、このですね、トライアングルから射出をされている相場だということですね。こういった横に長い期間があった場合は、走り始めた後長いというふうなことがあります。はい。えー、というのが一般的な市場目線ですね。 はい。で、私の方はちょっと利食いのポイント、117円ミドルあたりっていうのを一つのポイントにしてますけれども、これもちょっとまだわかりません。えー、まあ先々のプライスアクションを見ながらですね、考えていくという形にはなるかと思いますけれども、一応こんな形でですね、まあ含み損トレードだったものが反転して含み益トレードになりましたというですね、ちょっと嬉しい報告というようなところでですね、はい、動画の方を作成をしてみました。 でこのですねエントリーのポイント、これもちろんですね、あのピボットポイントで入っているんですけれども、えーまあ、あまりハーモニック関係なさそうに見えるんですけれども、実はちょっとハーモニックのとあるやり方の実験をしています。で、受講生の方は、ぜひですね、まあ、ハーモニックの講義で入ってみてください。で、ディスカッションの中に私が、まあ、なぜここで入っているのかというようなことを説明をしています。 でまあ、今回、実験をしてですねあと何回か試してやってみてですねそれの効果が確認をされるということであれば、まあ、ちゃんと講義の方作成をしてですねこんなやり方ありますよというようなところをちょっと紹介していきたいかなというふうに思っております。でまあ、あと、ちょっと付け足しっぽくなるんですけれども、えー、今日のその値段を大きく動かした理由というのはこれは指標によるというところがあります。えー、ここですね 9時半夜の9時半の東京時間のものなんですけれども、ここでですね、リーテールセールの方の指標の方が出ましたで。今週ですね、米ドルの方はほとんど指標がなくて、ようやく初めて出た大きな指標だったということになります。で、それがすべからくドル売りの材料になったということですね。 でつまり、その4時間足でまあドルを売るようなチャートの形状になっているところにドル売りの材料が出たということで、えー、まあそれを大きく動いたということですね。それが結果的にこういう大きなろうそくになったということになります。 これもちょっと15分足で見てやるとですね、実を言うと小さなハーモニックが完成をしていました。これが、はい、ガードレーのパターンということですね。もしくはバットパターンということで、まあ、ちょうど中間ぐらいになるんですけれども、そこで完成をさせて、こういう反転の形状が出て落ちましたと。まあ、東京からロンドンにかけて、ある程度値段の方を落としてきたんですけれども、まあ、それがですね指標があると。 いうようなことで、えー、こういった形でですね、えー、その買い戻しが入って、買い戻しが入ったときにドルを売る材料がきれいに出てくれて、ドーンと下がったと、えー、いうことになります。なのでこ、これはもちろん、そのハーモニックだけの力ということではもちろんないんですけれども、こんな風に複数の材料が重なるときれいにこうカチンと動くという一つの事例として、えー、まあ紹介の方してみたいかなと思いまして、動画の方を作成をいたしました。 はい、以上こちらの動画では前回に引き続きですね含み損のポジションだったものが含み行きのポジションになったというようなことがありましたのでちょっとその背景とですねドル円の現状というところを説明をしてみましたありがとうございます。<music>